こんばんみ、市村正樹です。太田博美さんの木綿のハンカーチーフですね。下の概要欄とコメントのところに、この譜面が置いてある URL を貼っておきますんで、ダウンロードして、プリントアウトしてみてください。木綿のハンカーチーフが、ペンタトニックにちょっとだけ音が、ヨナ抜きの4と7が、ちょっとだけ音が復活してるっていうので、ペンタトニックを弾くことに慣れていく。ってことに適しているので、これを一回弾いてみればわかると思うんですけど、まあ僕がいつもやってる函館の人の、ここを使ってる前半の方ね、特に。これがペンタトニックで、で、ちょっとだけファとシの音が戻って出ていますよっていうフレーズになってますね。一回弾いてみればわかるんですけど、このね、こう、ここ。ここ。恋人用のとこ。ここは、人差し指で始めたら、薬指を、レからミに、スライドした方が、弾きやすくなるわけですよ。で、その後も、ここ。7から9。こう7弾いてるときに人差し指に持ち替えればいいっていう技もあるけど、それよりも薬指で来ました。ただ次は7フレットから9フレットに薬指で、僕は旅立つの2がスライドで行った方がいいよね。レとミね。レとミ。で、その後は、これもね、君への贈り物をも、ここもレとミはスライドにした方がいい。で、その次にここで97、探すつもり、ここがトントントンと3弦で975って降りてくるから、ここは逆にミレをスライドさせて、こうやって弾いた方がいいんですよ。で、次は、中指に持ち替えて、4が出てくるから、こっちの5を中指に持ち替えて、ここ小指。この、イの、これ。3弦の4フレットがシの音です。シの音。ヨナ抜きの7。シが戻ってきて、これがファです。5弦8フレットがファの音。で、ここもスライドしてもいいですよ。どっちでもいいですよ。ここ。ここ。ここスライドした方がいいよね。絵の具に。ここまた、4が出てきます。はい。で、また、7が出てきて、ここ。まあ、こういうふうに、こうやって置いといてもいいけど、なんか、ちょっとだけギターっぽさのスライドを入れた方がかっこよくなるよねっていうのが、っていうプレイになりますね。これは、要するに、こっちも、ドレミのレとミ。こっちも、ドレミのレとミ。は、スライドにした方がいいよね。これは、まあ、平野レミさんは、スライドさせた方がいいよね、ってことです。で、それとともに、ミレ。ミレも、桐谷ミレさんは、スライドさせて、見た方がいいかもよの場合がありますぜってことです。そうすると結局こういうペンタトニックだけでメロディー弾いてるっていうのも、まあ別に悪くはないんだけど、ちょっとぐらいファとシの音を戻した方がメロディアスにはなる可能性があるよねっていう。ロックロックですっ
ペンタトニックだけです。でも弾いていけるけども、別にドレミファソラシドは全部本当は使っていいわけですから。まあ、例えば前の動画でやってた C があって、A マイナーがあって、F があって、みたいな、F があってって言ってる時点で、ここの4弦、3弦、2弦の10フレットは縦に3つ、弾いていいんだから、ペンタトニックだけを弾いてる時よりも、ある種少しだけ音を戻すとしたら、F コードの時、とかあの、ブルースの F7 の時、に、ファの音を、こう縦で、戻せばいいんじゃないってことになりますよね。ドレミファソラシド、全部音弾いていいんですよ。ファとシを弾いちゃいけないっていう、そういうルールじゃないんですよ。あくまでも、ドレミファソラシドは弾いていいけども、ペンタトニックっていうファとシを抜かした音を中心に、まず音を作っていく。それは前の前の動画で、音を長く伸ばしていい音、止めていい音が割とペンタトニック。もしくは、まあ、厳密に言えば、1度と5度っていう音が一番あの音を止めていい音だったりするんだけれども、それを手癖つけるために、まずはファとシを抜いて手癖つけて、そこで音が止まったりするように、指が止まったりロングトーンを出したりするように手癖つけといて、時々ファとシを戻す。だとするならば F の時に戻してもいいよねが1個前の動画でやったわけですよ。はい、というわけで、ダウンロードできる譜面にはね、実はドレミが書いてあります。ドドドレミミソラララミラドドレドラソソソラレミ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 、ここは桐谷美玲さんなんですよ。ミレミレミレミソラソラソラララミ、スライドね、レドレミレドサド、これちょっとだけあの焦点に似てるんだけど、ミレドラドラドドドシララドミってね、これね、全部ね、全部自分で弾きながら歌ってって、なんていうの、ノーミスで一曲弾けるくらいになったら結構音感つきますよ。こういうことってギタリストが苦手なことなんですよ。まあ、歌の練習して音楽大学行くような人とかさ、オペラとかやる人は、もうこんなこと当たり前のようにできなきゃいけないっていうか、まあ、ギターは弾かないけど、譜面見ただけで、ドドドレミ、ミソラララミ、こんなんは言えなきゃいけないわけですよ。で、その、絶対言えなきゃいけないとこまでいかなくても、なんか音感として、これを弾いていくと、と。レドラドドドレドレミソスソソソね、こういうふうに今みたいに僕が一本弦間違えて弾こうとしている、今脳みそは大変ですよ、結構脳みそは大変だけど、ソソソミミソシラララララミレレドレドドド、結構後半大変、ファとシが戻ってからは結構大変ですけど、こういうこともやってみてください。木綿のハンカチーフなんてロックじゃないじゃないかっていう人はやんなくていいです。ペンタトニックを左手に注入したいと思う人はやってみてください。もう世の中の歌謡曲とかフォークとか童謡とかはペンタトニックがまず8割型中心だったりして、で残りの2割ぐらいがまあまあレトファーだったり他の音だったりするわけですよ。転調しない限りね。童謡とか歌謡曲をバカにしないでちゃんと練習して弾けなきゃじゃんっていう、なんかすぐ弾いてよって時にすぐ弾ける感じになりたいじゃないですか。だから例えばなんだろう、なんか焦点の音楽を、レとミを平野レミしたでしょ。これは一瞬のうちにこう、まあ多分ここって分かってるんだけど、
違うのを弾いちゃったとしても、一瞬のうちにスライドしちゃえば、弾けちゃうじゃんがギターのいいところ。こんなんやったっけ。一回間違うと思い出せなくなるな、メロディーを。あんまりちゃんとは覚えてないですけど、なんかすぐに弾ける人になりたいじゃないですか。でそれをこのペンタトニックのペンタのレシピシリーズをやってきた途中で、僕は喋りながら、あ、木綿のハンカチーフってほとんどの音がペンタだなって気がついて、そっから今ここまで持ってきたんですけど、まあ、やらない人は成長しなくて当たり前、やる人は成長して当たり前ってことですね。はい、じゃあまた次回、バイバイ。